こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。新型コロナがアンティークコインに及ぼした影響について教えてください。1つ目、コロナ、お金印刷バブル発生。2つ目、買うものがなくなりコインに殺到。3つ目、インフレ発生で金持ちはコインを売らない。4つ目、とにかくコインが買えないということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあこれ、新型コロナももうだいぶ一服してきたかと思ったら、今第7波ということで、まあこれの1本前の動画で、コロナについてかなり喋ったんですが、まあ、非常に今もですね、コロナが世界経済に与えている影響は大きいかなという感じです。まあこれでもう一番、皆さんが知っている通り、もうコロナお金印刷バブルが発生したと。で、実は後出しで言うのは本当に申し訳ないんですけど、このコロナお金印刷バブルが発生することを当然のように私は分かりですね、アンティークコインをたらふく買いました。アンティークコインをたらふく買ったと、後出しで申し訳ないです。なので、このコロナのお金印刷によって、もう大々的にコインが売れるとなくなるということを予見していました。で、アンティークコイン、あと株式が、かなり上がったと。まあ今もう下がってきてますけど、あと土地ですね、不動産、あともうロレックスとか現物、エルメスなどの革製品、あと芸術作品などが、バブルによって上がったと。で、もう今株は下がり、ロレックスとかも下がってきていて、いわゆる新興国の経済が破綻しているということが起きているんですが、まずこのコロナお金印刷バブルが発生したと。で、2番目、買うものがなくなりコインに殺到ということで、もうこれ、とにかくコインの市場はもうめちゃめちゃ小さいんですね。で、これを知っておくことが本当に大事です。コインの市場っていうのは、他の株、不動産、為替、FX ですね、の数兆円から数百兆円の市場に比べると、もう本当に1オークションで全部コインが売れたとしても10億円です。で、しかもその10億円のオークションというのはかなり大きなオークションなので、本当数億円レベルのオークションが、まあ、世界中でおそらく100社から150社ぐらい、その6ビットとかビッターに登録してある会社があり、そこで日々オークションが行われているんですが、とにかく市場規模が小さくて、すいません、ちょっとこうカットされてると思うんですが、今Siriが喋っていてですね、止まってしまいました。とにかく市場が小さく、ちょっとお金が入ってきただけでバブってしまうのがこのコインの世界です。で、3つ目、インフレ発生で金持ちはコインを売らないということで、もうこれ、インフレが発生してしまったと。インフレは当然、お金がジャブジャブに集まり、まあちょっと今日の主題とは異なりますけど、ロシア・ウクライナ戦争が始まり、物が滞ってしまった。特に石油とかガスが滞ってしまって、皆さん、物がなくなってしまったと。企業で物がなくなってしまったので、どんどん値段を上げなきゃいけない合戦に入っていたと。なので、インフレ合戦の中でですね、これもう本当に金持ちはコインを売らないという状況に今は達しています。今ここの状況です。為替とか株と違い、チャートとかコインの世界には基本的にないと。取引所もないと。各オークションの会社がどのコインを今オークションに出せるかどうかが全てなんですが、ここにもうコロナバブルで発生したお金をみんなコインに入れていると。で、本当に市場が小さすぎて、今まで100万円で買えていたものがコロナになってから300万円みたいな世界になっているのが今のこの状況です。4番目、とにかくコインが買えないということで、オークション会社から買ったコインですね、ほぼそのままで出品してほしいという依頼が私のところにはよく来ます。このコインオークションに出してっていうのが来るんですけど、いや、それこの間俺が直接そのまま買ったコインほとんどじゃんみたいなのがオークション会社から来ます。ちょっとカタログチックになっていて、もうウォンテッドみたいな感じで、これと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 これ出さないみたいなのが来ます。なので、オークション会社はとにかくコインがないと手数料が稼げないんですね。基本的に 20% から 24% ぐらい、
A という出品者と B という買いたい人がいて、この間を取るのがオークション会社なので、とにかくコインがないと始まらないと。なのでこの A さん、コインを持ってる人に対して売ってよ売ってよとオークション会社が投げかけているのが今の状況です。で、結構私のところももう10年近くアンティークコインのこのディーラーという仕事をしているので、かなりの枚数のコインを私は今まで売ってきました。おそらく数千枚、何千枚って言ってもいいかもしれないんですが、数千枚売ってるんですが、とにかくこのコインを売りたいという人、特にアンティークの方ですね、アンティークコインを売りたいという人がほぼゼロです。ほぼゼロで、今例えばゴシッククラウン銀貨とかってかなり値上がりしたし、あと雲上の女神とかもかなり値上がりしたんですね。でこれコロナで値上がりした感じです。今まではゴシッククラウンとか雲上の女神って枚数が多いからそれほど値上がりしていなかったんですが、いよいよ買うものがなくなり、みんなゴシックとか雲上の女神とかを買い始めたので、今かなり値段が上がってるので、まあこれ売りたい人はですね、私に言っていただければきっと儲かるんじゃないかというのが今の状況です。でそろそろまとめです、ね、まあ今日これコインの話の質問が久々にあったので、嬉しいんですけど、まあ新型コロナがアンティークコインの市場に及ぼした影響についてということで、まあこれ総合的なまとめになると、もうとにかくコインだけではなく、もうバブルが生じてしまって、もう現物資産と呼ばれるものの中で良いものですね、良いものっていうのはとにかく売るときに秒で売れるものが私はいいものだというふうに思ってます。なのでその秒で売れるようなものがもう爆発的に売れてなくなってしまっているのが今のこのアンティークコインの市況です。で私がよく言ってるヨーロッパのコイン鑑定されています。 AU50 以上、できれば王様肖像あるといいよねみたいな。で鑑定枚数が多くても20枚、少ないと10枚とかっていうのを買っとくと、もうほとんど勝ちなんですね。なのでこの勝てるコインがもう全然市場に出てこないというのが今の状況です。で今バブルは基本的に引き締めですね、金利を上げて、お金をどんどん回収してってるので、まあこれから不景気になっていくときにコイン売るなら今儲かってる人たちですね、さっき言ったように大型金貨とかゴシックみたいな有名なものとか、例えば安の1ギニーとか2ギニーとかいろんなものがあるんですけど、イギリス系の1ギニー2ギニーノーブルエンジェルとかいろんなのがあるんですが、そのようなものを持っていてですね、換金したい人がいれば、ご連絡いただければというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひ、ね、高評価をつけていただければと思います。コメント欄ですね、このようにご質問、まあ、コインの質問が一番ありがたいです。まあ、コイン以外の質問も最近非常に多くていろんなことを答えてるんですが、ご質問あればですね YouTube のコメント欄にいただければと思います。あとこちら右下に赤い字でチャンネル登録のボタンがあります。チャンネル登録していただければと思います。まあ、基本的にアンティークコイン投資でお金を増やす、守る、投資の話、支配者論から陰謀論から心理の話までしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、あと LINE 上でgoldcoin と英語で打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、動画が1本ついてまして、動画見た人ですね、希望者のみ水曜日と日曜日に Zoom でオンライン30分間個別相談というのをやってます。まあ、基本的に全部埋まっているので、埋まっている場合には LINE の方でメッセージいただければ、日時調整してですね、水曜日と日曜日以外も、調整してできたりするので、ぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。まあ、基本的にはアンティークコインに投資してお金を増やす、守る方法についてお話してますので、ぜひ、個別相談に申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。